にちは。こんにちは。すぐです。今日はすごいこと起こりましたね。夢のような時間を過ごしてきました。夢のような時間過ごしてきましたね、はい、どこですか。こんなおしゃれな場所来ないですよね。これは どうしちゃったんですか。今日染まったな。染まっちゃいましたね。こんなとこ俺来るようになると思うなかった。スマイさんはちょっと今日おしゃれじゃないですか。いや今日ちょっと訳があるんですよね。スーツ着てましたもんね。一人浮いてますけど。何すか、はい、自分も見てください。高校生みたいな感じで着てますけど。シャツ、あざみさんがシャツ着るってなかなかないですからね。とっちゃん坊やってたよ。デニム何年ぶりに履いたんでしたっけ。デニムはサマスタぶりっす。サマスタのビースティーボーイズ部分ぶりにジーパン履きましたよ。超レアじゃないですか、はい、あの私たちがもう好きなもの3本の指に入る好きなもの、はい、シズラーさん。シズラーです、はい。4月3日ですよね、今日。で、4月5日に、アジア最大級、シズラ東京国際フォーラム展オープンということですね、記者発表、試食会に、マッスルグリルが呼ばれました。すごいですよ、皆さん。強く思えば、こういうことになるんですよ、本当に。びっくりしたもんね。はい、DM 飛んできましたから、ね。はい、もうこのままプロビルダーになるんじゃないかと思って。本当に今後、やっぱりフィットネスってやっぱ健康なんですよ。そうなってくるとシズラーはかなりおすすめできる、レストランなんです。マッスルグリルってそのためにね、あるようなチャンネルですよ。もうだってチャンネル始める前からシズラーに行くことが決まってましたから。決まってました、はい。なんならあの一番最初の実は1本目の動画をあのシズラーで撮ったんですよ。そうなんですか、はい、そうだった。だけど緊張しすぎて2人ともこんなだったからカットしたんです。いやでも俺はもうこれ使ってくれって言ったのに固くなりやがるからカットになっちゃったけど。ほんとつまんない動画になっちゃったんで、いつか公開するかもしれないそうだね。マッスルグリルゼロで、はい、ゼロでね、はい、もうシズラーさんがどれだけその思いを込めて野菜を作って、うん、あのシズラーの出しているかっていうのを、ね、もうすごく勉強になりました、はい、もうね、はい、みんなが同じ気持ち、みんなが同じ気持ち、みんなが同じ気持ち、すごいかったです。すごいですね。でもちょっと興奮しちゃってね、今撮って今日急遽上げちゃったわけですけど。そうですね、はい。まあ、この模様はじっくりちょっと後日、ちょっとあの山沢のお兄さんコラボとかですね、ちょっとあのいろいろありますので動画ちょっと順に出していきます。なるべく早くですね、あのこのシズラどれだけすごいパーティーだったかっていうのを動画にして出しますので、ちょっとお楽しみにお待ちください。はい、嬉しいです。すいませんすいません。今日もちょっとダンディ村田さんも来ていただいてですね、いや呼んでいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。ダンディさんもう喜ぶんだろう。いや、お喜びですよ。セブザブちゃったセブザブちゃったカフつってないですよ、大丈夫ですかずっこんできます大丈夫ですめっちゃ書かれてますから大丈夫ですもうあれの一件でめっちゃ言われるようになったつってないっすつってないっす。ちょっとあの実はあさってもダンディさんとロケなんですけど、もうスルグリル入ったんじゃねえか絡みが多いっす。レギュラーっす。レギュラーっす。めちゃイケで言うと絵頭みたいなもうちょっと言いたくは欲しかったっすけど最高でしたね。最高だった、はい、ちょっと途中関係余ってね、泣いちゃったりとかした。そうですあとあの真面目な記者の方たちや多分テレビ東京さんとかも来てて、であのすまあ、記者発表ってことだったんで社長さんがあの質問ございますかっていうことで、あの結構真面目な質問が相次いでる中ですね、マッスルグリル代表してシャイニーアザミがかなりぶっ込みましたんで、ずっと聞きたかったわ聞いちゃいました、ね、社長さんに直々に聞きました、ね、会場がざわざわしたんで、はい、最高でした。いやもうこんなチャンスめったにないからね。そうですね、はい、はい、ちょっと近々動画しますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。お願いします。はい、ありがとうございました。